皆さんこんにちは、日本ビジュアル研究所の大島です。このシリーズ第5回目ですけれども、我が研究所がですね、出しております、太田出版さんから出しておりますこの、図解でわかる14歳からの水と環境問題を使って、お話をさせていただいております。今回は、感染症と水の問題についてお話を、したいと思います。よろしくお願いいたします。感染症といえばまさに今世界中がそうなんですけれども、これは今に始まった話では当然なくて、で今回お話しするのは1850年代のロンドンの話です。コレラが大流行をします、ロンドンでですね。当時の、ロンドンの人口がだいたい270万人ぐらい、増えました。ものすごい増えたわけですね、急激に産業革命で。でそれまでは江戸が世界で一番大きかったのは100万人ぐらいですけれども、それがわずか 2,30 年でですね、倍ぐらいに増えるわけですよ。でそれでその、ロンドンに急激に人が増えて、それで衛生環境が急に悪くなるということから物語は始まります。でそれでは、当時のロンドンの様子がどんなんだったかちょっと見てみましょう。これが当時のロンドンの街の中の写真ですけれども、貧民街のような風情も若干ありますね。で当時ロンドンにはですね、たくさんのスラムが作られたんですね。でそれで孤児たちが溢れていたというのがよくたくさんの写真が当時残っています。こんな感じの子どもたちがですね、ロンドンの街に親もなくて寒さに震えている、その子たちがご飯をくださいっていう形でですね、こんな風になって、でそのロンドンの街の中もですね、家がある人たちもこの写真なんかひどいもんですよね。もう道端にこうやって山のようにゴミを捨ててるわけですよ。この真ん中がこれが排水溝だと思うんですけど、その周りにもこう点々とゴミが捨てられている。で当時の交通機関は馬ですから、このようにですね、その馬がもう死んだらですね、打ち捨てられていっちゃってるわけですよ。道っ端に馬が死んでいる、もうこんなのがもう普通のロンドンだった。何かロンドンっていうと、というかヨーロッパの都市っていうと日本に比べると近代的で綺麗でみたいな印象があるかもしれませんけれども、少なくても19世紀のヨーロッパの都市ってのはめちゃくちゃ汚かったということをちょっと私たちは覚えておいた方がいいですよね。その最たるものがこれです。もうあまりにも汚いんで、写真というわけではなくてですね、これはもうイラストにしてますけれども、最大の問題は道を歩いていると頭の上からうんこが降ってくるってことですよ。当時のロンドンの家の中にはトイレがないわけですよ。でみんななんでじゃあ用を足してたのかっていうと、おまるですね。そのおまるで用を足して、で本当は家をこう階段を降りてね、それで外の堀とか下水とかに捨てるわけですけれども、それも面倒くさくって、みんなもう窓のからどんどんと捨てるわけですよ。もうですからうんこがもう空から降ってくるわけですね。まあ、それがもう普通のロンドンの街だったということです。で下に歩いてる人たち、当時のですね、紳士淑女の人たちの3点セットが何かというと、帽子と香水とハイヒールです。うんこから頭を守るために帽子が必要で、もうそこら中むちゃくちゃ臭いから香水が必要で、で女性たちはですね、貴重なドレスの裾を汚しちゃいけないからハイヒールを履いてうんこを踏まないようにしてる。もうこれが実は流行の最先端とかなんかじゃなくて、もうあまりにもロンドンの街が汚いからみんながそういう格好をしたということの詐称なわけですね。じゃあもうあまりにもロンドンがひどいですけれども、じゃあ当時の江戸を見てみましょう。これが江戸です。非常に綺麗な都市だったっていうふうに、明治の前、江戸の末期に、江戸に来た外国人がみんな称賛するわけですよ。本当に江戸は綺麗な町だった。じゃあどうしてそうなのかということですけれども、遠くからこういう形で、玉川上水とかね、上水が引かれてきます。それは飲料水で使われますけれども、それと下水をはっきり分けていた。でしかも一番のポイントはトイレがきちっと作られていて、でそのトイレの中にはうんこを溜めてですね、でそれで絶対外へ出さなかった。農家の人たちが買いに来て、それを畑に撒いていた貴重な財産だったと
ということですね。で、下水には絶対流さなかった。でもこれがもう江戸の下水道がきれいだった第一の原因ですね。それともう一つはやっぱりこういう形でですね、ここでみんな水を汲んでここで洗い物をしたりとかしますけれども、せいぜい洗濯水が流れていく、食器を洗った水が流れていくぐらいで、あとはもうね、雨水を、の排水に主に下水は使われていたわけですね。このような形できれいにその水を使い分けていたということがですね、江戸の町を清潔な町にしていたということです。で、それに比べればロンドンは何だっていうことになります。で、もっとひどかったのは、ロンドンは糞尿まみれの水を全部テムズ川に流していたわけです。テムズ川大悪臭事件というのが起こるんですけど、それは臭いわけですよ。もうロンドン中が臭くなっちゃった。で、それで当時ファラディというですね、有名な、電磁力学者がですね、もうあまりにも臭いんで、本当にテムズの神様、テムズ川の神様、ちょっときれいに、もうちょっと匂いをなんとかしてくださいっていう形でですね、手紙を出すと。そうするとテムズ川の神様がむくっと出てきて、ふざけるなと、俺はお前たちのせいだと、お前たちこそなんとかしろっていうふうに、ファラディが怒られちゃってるという風刺の漫画なんですけれど、そのぐらい、汚かった。ですからもうこんなにですね、その水を実は、ロンドンの人たちは浄水として、水道として使ってたわけですよ。1845年から流行が始まってですね、1853年、54年と続いていくんですけども、その間にもバタバタと人が死んでいくわけですよ。怖かったと思いますね。今のコロナウイルスだけでもですね、私たちは本当にワクチンもなくてですね、どうなるんだって形で今不安になってますけれども、それもですね、何もわからないのにコレラで人が死んでいく。いやー、ロンドンの人たちは本当に怖かったと思います。で、水とも思ってなかった。臭いですから、これをね、臭気って言ったんですね。で、空気の汚れがこの病気を起こすんじゃないか、空気感染するんじゃないか、悪い空気を吸うからみんななるんじゃないかということで、お金のある人たちはロンドンからどんどん逃げ出すんですね。で、当時やっと顕微鏡が作られ始めてですね、で、それでロンドンの水を覗いてみたら、ものすごいものだったわけですよ。それがこの絵ですね。もう怪物が水にいるんじゃないかっていうふうに言われていた。で、当時やっぱり水にじゃないかって気がついた人がいました。ジョン・スノーというお医者さんですね。で、彼もですね、ロンドンの中に何箇所もこう浄水場というか水飲み場があるわけですね。みんなそこから水を汲んでいくわけですけど、その水飲み場によってコレラの発生する件数、病気になる人の数がどうも違うらしいなっていうことに気がついて、統計を取るんですよ。そうすると、ある水道だけがやたらと病人が出てない、これは何だって調べてみたらですね、テムズ川の上流から水を引いていたんですね。ああ、綺麗な水だったら、この怪物がいない水だったら人は病気にならないのかもしれないというところから考え始めていくわけです。それでコレラ菌が発見されたりとか、いろんなこともあるんですけども、で、そこでやっぱり川の水から綺麗な水を取って生活しなきゃいけない。それから川に水を流すときには生活水のから近くに取っちゃダメだということでですね、上下水道というのを作らなきゃいけないということを彼が提唱して、で、それで1856年にやっとロンドン市も動いてですね、予算をつけて、じゃあ上下水道を作ろうということで、7年かけて、132キロ、近代的な上下水道が出来上がります。これがその図ですけれども、上水はきれいなところから取って、で、下水はもうテムズの下流に流すということでですね、それでやっとこれらの流行も止まっていくということが起きたわけですね。このようなことで、近代的な上下水道というのはまさにそのコレラという感染症が生み出したと言ってもいいということです。いかがだったでしょうか。今私たちも、コレラじゃなくてコロナという本当に、深刻な事態の中で、次の時代を迎えようとしています。で、じゃあそれはですね、コロナは私たちの暮らしをじゃあどう変えるのかなという、
ありきたりのエンディングで、今回は失礼します。次回からはちょっと、変えてみまして、地球温暖化、コロナの問題が収まっても地球温暖化の問題は全く収まらないというところから、そのことについて、やってみたいと思います。失礼します。ありがとうございました。